さあ皆さん、金曜日の楽しい時間がやってまいりましたよ。ツーゲンナウ、どうも MC の田代雄平です。よろしくお願いします。違います。タッシーって呼んでください。いや楽しかったね。いやもうドキドキでした。さあ、ご紹介させていただきましょう。ツーゲンカルツアンバサダー、辻島真嗣さんです。はい、よろしくお願いします。さあ、そして応援サポーターの北陸アイドル部からのこの方。はい、北陸アイドル部のアクティブガール、ミクこと辰巳ミクルです。よろしくお願いします。なんかほんわかして楽しかった。俺すぐ見たもん。もうすぐ見たもん。僕らめちゃめちゃ不安でしたけどね。ちょっと声ちっちゃくなっちゃいました。いや、まあでも選手ちょっとね、はい、この時間、ちょうどこの時間ですわ、はい、テレキンちゃんの特番のロケで、はい、ちょっと7の方にちょっと出てて、さすがに無理やなと思って、今日もちょっとおけが入りだからちょっと、はい、半ズボンしよう。この時期に季節的にも今の時期半ズボン皆さんちょっと履いてみてください。めっぽう夜嫌やで。そらそうですね。めっちゃ寒いよ本当にね。まあでも、こういう番組はいつでも僕は休んでも、はい、いや代わりがいるなと。もう本当に勘弁してください。でも辻尾さん休んでダメですよ。いや勘弁してください。ねえ、さあということでね、今週ちょっと2週間ぶりということになりますけれども、はい、よろしくお願いします。さあまあいろいろとね、はい、いろんなところでも、はい、まあ噂もこの番組楽しいよとか、選手とか結構多かったんじゃないですか。はい、そうですね。ね、皆さんいろいろとこういうな、うん、あ、もう早速でしたよ。そうなんですよ、もうありがとうございます。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。思ったタッシーに勉強させていただいた。気抜こうと思って気抜いて、はい、もわーっとした感じでもっとやっていいのかなと思ったら、椅子、来週ぐらいから椅子変えません。めちゃくちゃ持ってられるやつとか。ソファーに、もうソファーみたいな感じ、リラックスみたいな状態でね、なんかちょっとビールとかいいですね。これ皆さんもリラックスした感じで見ていただいてると思うんですよ、はい、ね。でもこの番組続くとは思うんですけども、はい、あとちょっとで番組というか、J2 のこのシーズンは終わってしまうんです。はい、うん、そうですね。ちょっと寂しい感じがしませんか。そうですね。やっぱり楽しい時間の週末があったんですからね、はい、残りがなんと3試合ということで、はいはい、まあ、ツーゲンもね、首位の徳島と、そして2位の福岡との対戦をこの間終わりましたけれども、はいはい、なかなかちょっと熱のこもった、はい、見てても楽しいなと思う試合でしたよね、はい、そうですね、うん、まあ、結果は惜しくもっていうことでしたけれども、うん、はい、そして現在3位の長崎とは最終節での対戦ということですが、はい、この1位に3位のこの、うん、ね、のちょっと制限握ってん違います。ありますね、最終戦で本当にそこで決まるかどうかっていうところででしょ、うん、はい、もうこの3チームのうち2チームがどちらか J1 来シーズン上がってしまうということになってますからね、はいはい、そこをなんとかこう、はい、最後まで楽しくしてくれるのが津江県金沢ですから、はい、皆さんそちらの方も楽しんでいただきたいと思います。さあ勝ち点47現在、はい、まあ勝ち点最大で勝ったとしても56ですか、うん、はい、はい、まあ、一桁の順位はまあ届きませんでしたけれども、はい、まあ、今年1年はいろいろこういうコロナ禍の中でね、はい、まあ、コンディションも大変やし、いろいろとしんどい部分もありましたし、はい、もう来年も見据えてほしいなと思います。そうですね、なんといっても、はい、津江県金沢、はい、監督続投ということで、はい、ね、もう柳さんありがとうございます。本当にありがとうございます。メッセージがね、言ってたのが、はい、来シーズンは昇格が2チーム、うん、そして降格が4チームと厳しい戦いになるので、はい、覚悟を持って指導していきますというこの心強いメッセージをいただきましたんでね、はいはい、来シーズンに向けてもまた皆さんね、一丸となってちょっと戦っていきたいと思います、はい、さあ、今日はですね、その前節の福岡戦の振り返りでよろしいですかね、はい、振り返り、そして次節のホーム戦の栃木のこの試合の予習もやっていきたいと思いますから、はい、そちらもよろしくお願いします。さあ、そして企画コーナーは守護神、はい、白井選手の特集ということで、これ本人見といてほしいですよ。見たい、見てほしいです。絶対これ絶対本人も見たいはずだよね、はいはい、さあ、それではまずは前節福岡戦からちょっと振り返ってみましょうか。どうぞ出ますか。いい天気でしたね、はい、この時 ね、 そうですね、もうなんかコンディション非常に良さそうでしたよね。そうそう、はい、最初からなんかすごくね、はい、ゴールに向かうぞっていう姿勢が見えてましたもん。そうですね、さあ、ここ福岡も絶対に勝ちたい試合じゃないですか、はい、ここはそうですね、昇格に向けては落とせない試合でしたね、ね、
だからもう福岡もなんかこう熱のこもった戦いですから見てて本当に楽しかった。はい、あ、ここも神がかってますね。そうですね。さあそして、はい、ここからですかね。はい、ここからですよ。そうですね、ここ。これいいクロス、ここに飛び込んだのが杉浦選手。これは抜群でしたね、クロスからの。はい、ね、ここはもう渡辺選手からの、はい、完璧な崩しでしたね、これは。でもここしかないというところにね、はい、ここからダイレクトで。いや、素晴らしい。あ、素晴らしい。はい、その後ろに加藤選手もしっかり入ってるっていうのは、ね、何が一ここでゴールにされなくても加藤選手がもう伝わってますよね。はい、見事な得点。うん、まあここからちょっと波に乗っていきましたね。そうですね。さあ、そしてここ後半ですか。はい、後半立ち上がりですね。ね、ここも良かった。石尾選手初ゴールですよ。はい、嬉しそうな顔。もう何言ってもこれお父さん一番喜んでたよ、ね、大阪で。ね、相手が足でクリアに行ってるところをもう怖がらず頭でね。そうですね。さすが。この前の杉浦選手のフリックも良かったですね。良かったですね。さあ、ここはゴールにはならないんですけど、良、はい、かった。惜しいですね、これも。ゴールに向かう意識がいいね。そうですね。うん、さあ、そしてこちら福岡の反撃ですけど、まあでも福岡も本当にきっちりと決めるところは決めてきますね。そうですね、やっぱ力ありますからね。遠野が積極的に狙っていきました。枠捉えていました。これ正面に近いってキーパー取りにくいでしょうね。そうですね。サロモンソンから中央で奥のスクローリング。ゴールキーパーしないでできた対応前。ナイスキーパーですね。上島、まだまだここシュート出るか。遠野しっかり守ってるんですよ。そうですね、しっかり守ってるんですけど一瞬のこの場所、うん、ここ、これも相手がうまかったですよね。これ別にシュート難しいですよ。難しいです ね。これクロスもまた抜けてるんじゃないですかね、おそらく。あー、まあちょっと届かずですか。はい、そしてホドルフォ、ここも前奪った。ここからが、ここからが、ここからですね。ここからがね、ダイレクトのボールが繋がっていく。うん、おー、早い。もう福岡も意地ですからね。なんとしてでも点をっていうところでしたから。はい、これはここもね、完璧なカウンターでした ね。福岡からしたら。もう本当守備からの本当早いカウンターでしたね、ここ。はい、これ多分あのゴールキーパーの白井君ちょっと見えなかったんじゃないですかね。そうだと思いますね、ブラインドになってましたね。左サイドを使うっていうところをイメージしながらこのボール運べた。でここのグランダーのところのクロスも、この部分、ここ長打のあのディフェンスと相手のフォワードで影になって見えなかったんですよね。ただこの点取られてからも杉井君かなりあの攻撃の迫力っていうのはありましたね。はいはいはい、あの終わった後の監督のコメントなんかもね、はい、素晴らしくよく戦ったってコメントでしたもんね。はい、杉井選手ですね。杉選手ですね。久しぶりハッスル杉井。あ、ここ惜しかった。これ惜しかったですね。これ惜しかった。はい、そのキーパーも素晴らしかったですけど、ここは本当にいや、惜しかった。もうここなんかシュートよりもなんかふわっとしてたら入ってたんだね。そうですね。ちょっと丁寧に行き過ぎた感じでしたね。いや、これはもう素晴らしい戦いだと思います。そうですね。ハイライト見てもなんか面白かった。面白い。あの通常だったらどうでしょうね。あの2点先取してて2点取られたらこう下向いてしまって見てる方もね、なんかこう負け試合を見てたんじゃないかっていう気持ちになるんですけど、この試合に関しては最後まで、特に最後の最後、もうあのね加藤選手のあれが決まってれば劇的でした。本当に本当にこれ取りに行ったなっていう。
あそこちょんとこうね、はい、浮かしとくだけでもよかったけど、はい、まあタラレバですよ。そうですね、いやもういい試合でした。はい、さあそこでですね、はい、ちょっと、いいシーンがいっぱいあったから難しいと思うんですけれども、ね、はい、どこにしましょう、解説シーンは。まあ、やっぱり先制点の杉浦選手の。あれは見事。はい、もう一回ちょっとね、はい、解説を先にお願いできますか。はい、うん、大丈夫ですね。はい、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 制限かなった前半からもう非常にボールを保持する時間が長かったですね、この試合は。はい、うん、でこの試合、このシーンでは、保持しながらもちょっと後ろに下げさせられてキーパーまで戻るんですね。ほう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 。でキーパー戻ってから石尾選手経由して藤村選手にこう経由します。はい、でこのシーンでもうフォワードはちょっと前行っちゃってるんですね、相手のフォワードは。うん、フォワードと相手の中盤から後ろっていうのはちょっとバランスの崩れた状態になってました。でボールを持って藤村選手ちょっと運ぶんですけど、うん、相手のバランスが崩れてるっていうのも視野が広いので分かってました。はいはい、でここで一気にサイドチェンジをします。うん、あ、そうですね。はい、そうですね。でボールをもらった渡辺選手でここスライドしてくるんですけど、これサイドハーフでこっちはサイドバックですね、相手の。でここで手数かけずにワンツーですね。ワンツーで抜きましたね。はい、ましたね。ここのやっぱり時間をかけないということが重要ですので、はいはい、時間をかけると相手がスライドしてくるので。なるほど。でここから、まあ、相手が下がりますけれども、はい、もうお手本通りのクロスですよね。ですね、ここお手本でしたね。はい、で杉浦選手ももういいとこに入る、はい、で後ろの加藤選手もこぼれ球狙う、はい、入ってた、でゴールですね。もう完璧のゴールでしたね。もうキーパーと相手ディフェンダーの間の速いボールはね、はい、そうですね、お手本通りのクロス。ちょっともう一度そのシーン見れますか。はい、得点シーンですよね、選手権のシーンですけれども、はい、さあここですね、はい、藤村選手の、藤村選手のサイドチェンジから、はい、ここでシンプルに使って、早かったですね、はい、時間かけなかった、素晴らしいクロス、素晴らしい、素晴らしいクロスですね。はい、ここは相手サポーターも黙りましたね、完全にやられたという感じですよね。これは完璧な崩しからのゴールでしたね。見事、何度見てても気持ちいいんですけれども、はいはい、このね、渡辺選手にボールが渡って、はい、ホドルフ選手とのワンツーも見事、はい、そしてそこに走り込んだ杉浦選手、加藤選手もさすがなんですけども、はいはい、ここですね、これをやっぱり見てほしかったですね、はい、見てほしいですね、はい、そうですね、この藤村選手のこの視野の広さ、そうですね、はい、そこからが攻撃始まりましたね。ほぼ、いや何回見てもいい、何回見てもいい、これもうシュート、ベストシュートというよりも、はい、シュートまでの流れでいったらもうベストじゃないですか、うん、あ、そうですね、ね、はい、やっぱり藤村選手って、はい、そういう風に相手がこの今状況で中盤とディフェンスのバランス悪いぞというのが瞬時に判断できた、はい、そうですね、はい、まあ、本当に平面だというのは分からないんですけど、はい、藤村選手はやっぱそういうのを見る力がありますよね。なるほど、素晴らしい、はい、まあ、アウェーですよね、はいはい、でもこれここ負けたことないん違いましたっけ。そうですね、福岡スタジアムが福岡の地では、はい、何しどうなんでしょうね、負けなしですよね、今回負けてないわけですから、はいはい、さあということでね、はい、勢いに乗ってくると思います、はい、次節はホームですよ皆さん、現在11位の栃木、はいはい、こちら勝ち点54で今ちょっと上になってるわけなんですけれども、はいはいはい、じゃあ栃木のちょっと予習をしてみたいと思うんですけれども、はい、さあ次節40節は現在11位です、はい、栃木 SC、はい、さあ前回7月19日でしたっけね、はい、アウェーで 1-0 で勝ちました、はい、さあその時のスタッツというかデータ出ますかね。さあこちらあんまりデータで見るとボール支配率もそんな変わらないし、シュートも変わらない、ね、はい、枠内シュートも変わらない、はい、ほぼほぼ変わらないですね、はい、そうですね、かなり拮抗した試合、拮抗してますよ、はい、じゃあちょっと栃木 の, チームデータの方も出していただけますかね、はい、さあこちらを見てみると、はい、この気になるところで辻尾さんどこですかね。まあ、攻撃回数がまあうちと同じ多いですよね、うん、回数は多いですよね、はいはい、まあ、おそらくですけれども、うん、あまりボール保持するチームではないので、ええ、まあ、手数をかけずにゴールに迫ってくるっていうことに関してはうちと同じようなスタイルを持ってるのかなっていう印象があります、ええ、攻撃回数は多いんですけれども、うん、チャンスを作るところとそれをゴールに結びつけるとなると、はい、ちょっとそこはそうですね、取れてないという部分ですかね、はい、はい、さあそんな中ですけれども、はい、まあ、栃木の注目選手はやっぱりあの方ですか。
そうですね、元日本代表の、矢野貴章選手ですね、はい、矢野貴章選手のスタッツちょっと出してください。なんと言っても通算出場数、512試合ですか。もちろんカップ戦とか J1、J2 全て含めてなんですけども、この512ってどこですか。いや、めちゃくちゃすごいですね、これはなかなかいないですよ。ですよね、さあ、そして通算のゴール数が63得点ということなんですけれども、あのやっぱりこう、制限として矢野選手を注意しなければいけない部分っていうのは、いろいろあると思うんですけれども、辻尾さんから見てどこになりますかね。まあ、一つはやっぱり高さですよね。187cm、高いだけじゃなくて、あの結構足も速いのでランニングする力もあるので、そこにも結構注意したいかなと思います。なるほどね、元日本代表ですよ。新潟にまず J リーグはスタートでしたっけ。柏からですね、からスタートして新潟、そこからドイツに渡ったんですね、でドイツに渡ってやっぱりフィジカルの強さって出て、また日本に戻ってきて、まあ、とにかく空中戦強いですね。そうですね、さあ、だからゴール前を脅かしてくると思うんです、この矢野選手、さあ、そんな中金沢のね、ちょっとチームスタッツも見ていただきましょうか。さあ、どう抑えるべきなのか、このデータで分かりますかね。金沢のチームスタッツでいくと、やっぱ攻撃回数同じように多いです、チャンス構築率も多いです。そうですね、そしてゴール数は一桁だから、結構点は取れてるのと、あとシュート数ですよ、これ辻尾さんどうですか。すごいと思います、まあ、シュートの意識がまあ高いということになりますかね。そうですね、まあ、やっぱ手数をかけずに攻めるっていうスタイルが、あのスタッツに現れてるのかな。なるほど、まあ、そこの部分、ちょっとあの攻撃に期待したいんですが、さっきやっぱり栃木の選手で矢野貴章選手を注目にしたということは、やっぱり対するディフェンス面のところで、ちょっと杖の注目選手を挙げていただきたいと思うんですけども、どなたでしょう。ゴールキーパーの白井選手です。ですよね、神がかってますよね、出場数がまあまあ結構多いですけれども、なんといっても皆さんのイメージにあるのはビッグセーブですよ。そうですね、もうやられたっていうシュートを止めて、試合の雰囲気をガラッと変えましたね。もうなんか瞬発力の速さ、まあ、スウェーデンに来て、まあ、4年目なんですけれども、4年で出場数が148試合ということは、ほぼほぼ出てるということじゃないですか。ほぼフル出場ですよね。まあ、40数試合として4年ですから、そうですね、ほぼほぼ出てる、まあ、本当にこの杖金沢の守護神と言っていいと思うんですけども、面白いんですよね。そうなんですか。いや、今のね、もう一回ちょっと顔見せていただけますか。ちょっとあのね、白井さん、こう、あ、モテ顔なんで、女子から見てどうですか。あ、とってもあの、なんていうんですか、あのシュッとして顔がね、で顔かっこいいんですよ、だから女子受けする顔ですよね、今この中に他女子スタッフもいますけど、やっぱモテ顔ですよね。大きくうなずきました。大きくうなずいたのがグッズ担当の、グッズ担当の。でもね、お茶目な面もすごいあるんです。そうなんですか。真面目な顔して面白いことをしてくれたりとかするし、あの杖金TV でも何度か、あの取材させていただいたんですけども、あのまあ、本人かっこ悪いって言ったからやめてくれって言ったんですけどね、あの帽子かぶるんですよ、よくキャップを、キャップをね、後ろかぶりするんですよ、後ろかぶりして、ここにね、中にこう出てきたんですよね、こうなんか素材みたいな、なんか白いのがタグみたいなのが出てきたんですけど、もうこれ俺ほっとこうと思って、取材終わるまでずっとほっといたんですよ。で取材終わった後に出てるよって言うからそんなちょっとお茶目なとこもあって、なるほど。まあ、でもやるときはやる男ですから、白井選手のこのね、ビッグセーブ、ビッグセーブがあるということはちょっと攻められてるというところ部分もあるんですけれども、それも踏まえて、ホーム最終戦ですから、皆さん楽しんでいただきたいと思います。日曜日の午後2時キックオフです、当日ね、西武緑地公園陸上競技場いろんなイベントやってますからね、ちょっとお早めに来ていただく方が、まあ、ベストだと思います、さあ、ということでね、この後ちょっとあの企画コーナーそのまま続けていかせていただきたいと思いますよ、さあ、守護神白井選手、今シーズンのビッグセーブたくさんやってくれました、救ってくれました、まあ何回救われましたかね。いや、数えきれないですよね。数えきれないぐらい救われたと思うんですけれども、そんな白井選手の好プレー集、ちょっと皆さん見てください。
小柳、勝負を仕掛けてクロスを入れてゴール前、ハーフナー前から飛び込んでいきました。裏に走ってバホス、石尾が前に立ちはだかりますがバホスシュート、打っていった、ここは白井よく反応しました。反応早いですよね、本当に。白やっぱ出した、これはビッグセーブ。ここもね、いやすごい、ギリギリじゃないですか、うん、あこれも危ないよ、ここもすごい、しかもキャッチですか、今の弾いてたら点取られてましたもんね、すぐね面白いプレー出しましたね、うわー、いやーすごい、ナイス、いやー、うわー、まだある、書き出して、こういうね、本当に体を張ってるよ、高い、このボールがバイト入る、あーあーあったあった、はい、今ピーター・ウタカ可愛いよこれ、近くで見たらうわーすごい、おいここはやっさ、池上のクロスに田中パンのリングル、もうナイスセーブ、真剣に反応見てめちゃくちゃ早いですね、この距離感でどうしてもその手が出にくいところ、さあ、なんか左、あーこれは怖いよ、危ないよ、白井がこれは弾きます、ボールの動かし方が非常に良かったので、北島選手の前向きの仕掛けも非常に良かったですね、今日は100試合目になります、シュート、うわこれ、これなんかフォアに来そうなボールですよね、これをニアで反応早い、こっち、よし、白井が反応しました、さあこのボールに前を向いて白井、うん、一番難しい、前半ではターゲットになった山下は触れなかったんです、ほとんどほとんどセンターバック跳ね返したんですね、かりながら、ね、怖いですよ ね、 すよね、日本のもいいフリックで村山にボール通ってますよね、本場を抜け出していくダイレクトでクロス、いいトロッカーシュート、いやもう逃げない、果敢にいってる、すごいな、この後の反応が早いですよね、すごく、あここもね、だったら間に合わないと思ったらね、すぐ足だけで、はい、まあ、相手のトラップはうまいな、そうですね、防ぎましたよね、本間潮、ここも突破してくる本間潮、ペナルティエリアから進入してきてどうするか、クロス上げる、シュート、よく防いでるな、こう見たらゴール前、これは森谷、森谷クロス、これは白井が体を張って、反応しましたよ、見たところも2度3度、まあ、シュートというか、もう一度強化、バンバン、バンバン、ボールボンバン、イエス、うん、前の詰め方がすごいいいですね、うまいね、これこの間前節の試合ですよね、はい、白井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 、いや、いいな、白井これも白井です、スウェーデンナウをご覧の皆様、背番号23番白井優斗です。今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございます。シーズンも残り3試合となりました。残りの試合も魂のこもったプレーを見せるので全力で応援よろしくお願いします。最後の白井、白井ってちょっと悪やったちょっと悪やったね、つぼちゃん、ね、ちょっと面白かった、ね、もうなんかこうあれだ、みんなね、白井ですよ、いいなの、白井、いいですね、いやいいな、やっぱり頼もしいですよね、だから今節、ハーフナーマイク
でしたっけ、多分競った時にちょっとこう、はい、頭をね、はい、流血して、はいはい、試合中にここをなんかこう軽く言ってましたよ、ホッチキスでパンパンパンって3人で止めてやったっていう、はい、すごいんですよ、だからね、それであの水泳帽かぶって、はい、今回水泳帽3回見ました、はい、白井君、石尾君、石尾君石尾君多いですね、石尾君多いですね、それだけやっぱディフェンスは体を張ってるということなんですよ、はい、まあでも今のね、ファインセーブ、うん、このゴールキーパー特集、はい、選手やってほしかった、俺、タッシーがいるのに選手こそやるべきですね、タッシーに見せ、タッシーを見た瞬間、タッシーチーンってなってるいやいいなぁ、はい、皆さんいかがでしたか、うんうん、4分45秒の、はい、ちょっとね、はい、反応もすごいんですよ、すごく来てますよ、見入ってしまったとか、はい、ね、我らの神、うん、魂のゴールキーパー、はい、白、いいねも来てましたいや、いいねいやメッセージもありましたけどもね、はい、これっていつ撮影したのは昨日ですか、昨日ですか、昨日ですか、まあでも本当に機能してくれるっていうのもそれも反応の良さですね、はい、そうですね、素早いね本当に、はい、でも見ててどうですか、はい、今シーズン、うん、あの白井選手、まあ、大好きで言ってたら、スエサポの方がね、白井選手のカード、トレーディングカードだったり、あの、なんで、あ、なんていうんですか、あの、うん、あれです。カードね。あの、カードとか、あのストラップとか、はいはいはい、あの、くださって、本当に白井推しです。選手のカードね。はい、そうなんですよ。いやー、でもそういうサポーターの皆さんもこうやって知ってくれてるっていうことですね。そうなんです、嬉しいです。ね、でも、通常さんとかこう、プレイヤーの目からディフェンスから見てて、はい、ああいうゴールキーパーが、はい、セーブしてくれるとどうですかね。いや、めちゃくちゃ助かりますし、本当にやられたっていうシーンを止めてくれると、うん、精神的にもこうまたこうまだまだやれるぞって多分思うんですよね、味方は。そうですよね、はい、最後の砦ですから、はい、なんか自分がミスった、しまったっていうところを全部ね、カバーしてくれるとなったら、はい、今度は俺らがカバーするぞみたいな気持ちになるし、はい、それが11人、そしてもうね、あの、うん、サブのメンバーまで控えて、そういうふうな気持ちになってくれば、はい、いや、こうなってくると、やっぱり必要ですね、はい、必要ですね、監督も残ってくれるということで、はい、白井神様、あの来シーズンもよろしくお願いします、本当に。もう絶対期待しておりますからね、はい、さあということでちょっとこう、はい、見応えがありました、はい、今週の、ね、はい、企画コーナーでした、はい、さあそれではインフォメーション、はい、いきますか。インフォメーションいきます。ここバラエティーコーナーなんですよね、はい、頑張ります、うん、今日はノーカミで一回も噛みません。ノーカミで自分で言うの、はい、12月13日ホーム最終戦は北国銀行スペシャルマッチです。言わずと知れた、我々もね、はい、そうなんですよ、僕もお給料は北国銀行さんに入れさせていただいておりますけど、はいはい、ミクもあのカードは北国銀行なんですよ。そうなんですよ、はい、当日はこの時期に嬉しいオリジナルブランケットなんと2020枚が無料で配布なんです。ちょっと待って、こちらなんですけど、すごくないですか。あ、ほっとくわ、やばいんですよ、めちゃめちゃふわふわなんですよ、本当に。あの2020枚、マジでやばくないですか、はい、本当にびっくりしました、ね、やばくない、これ、これ今日あの初めて触ったんですけど、もう裏を持ってもこもこで、いや本当にこれはいいわ、最高です、あったかいんですよ、ね、あのこれ試合観戦でももちろんいいですけども、うん、はい、車運転することなんかでも、そうなんですね、こうやって運転してもいいし、なんだったらちょっとこうこういう使い方なんかしてても、ね、いいですか、いいですよ、はい、いやよ、これいいな、ちょうだい、ちょうだい、これも明日欲しいです、これ、これ欲しいわ、2020枚、すごいすごい、うん、そうなんですね、うん、北国銀行グループ、ちょっと噛みませんでしたもうちょっと北国銀行グループの北国マネジメントが運営するインターネットサイト、うん、ポレゾでは、うん、ポレゾ北陸という地酒や伝統工芸品などおよそ3000アイテムを販売中です、はいはい、期間限定のアイテムや旬のアイテムなども紹介していますので、うん、そちらもぜひチェックしてみてください。なるほどね、はい、明日はねこれを絶対にゲットしに行きましょう。はい、そうそうそう、はい、最高。そして、はい、あの2021シーズンのファンクラブなんかももうスタートですか、はいはい、そうなんですよ、うん、はい、2021シーズンのファンクラブ12の早期入会受付があさっての13日までとなっています。早期入会はもうすぐ、はい、ホーム戦で終わり、そうなんですよ、締め切り間近ですから皆さん急いでくださいね、はい、ね、13日までに決済が完了した方には、うん、開幕戦の招待チケットやオリジナルマスクケースなど特典盛りだくさんですので、ぜひお早めにお願いします。この時期です、マスクケースっていうのがやっぱり、ね、嬉しいですね、アイテムになってきましたね、うん、マスク取った時にこれどうしたらいいんかなって、はい、困りますもんね、思って、はい、
これ絶対いいと思いますんで、はい、あの13日のこの、うん、まあ、ホーム最終戦の試合会場でもこれ大丈夫かな。はい、そう、大丈夫なんですよ。大丈夫ですか？実は、はい、実はウェブ入会の方が特典が多くてお得なんですけども、うん、まあ、その13日の会場での入会でも OK ですということです。まあ、ウェブがちょっと苦手だっていう方もおられますから、うん、そういう方はぜひともね、はい、ご利用していただきたいと思います。はい、さあ、入会の方をね、お待ちしておりますよ。はい、はい、そして北陸アイドル部からお知らせです。はい、北陸アイドル部のジョイフルジョイフルという曲のミュージックビデオなんと2万5000回再生を突破しました。すごいな。はい、そちらの記念キャンペーンを行ってるんですけども、うんうん、なんと抽選で10名様に、うん、あの皆さん大好きなチャンピオンカレーさんのレトルトを使った、はい、北陸アイドル部オリジナルパッケージのカレーをプレゼントさせていただくんですけど、はい、まあ、そちら応募方法簡単なんで、ぜひみなじさんにやっていただきたいんですけども、うん、はい、チャンピオンカレーさんと北陸アイドル部の公式ツイッターをフォローしていただいて、うん、その専用のツイートをあのリツイート、専用のツイートが北陸アイドル部のツイート欄の一番上にあるので、はいはいはい、そちらをリツイートしていただくだけで、うん、あの応募できるので、ぜひご応募よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、ちゃんとこういう風な、ね、はい、インフォメーションをこう手書きで書いてるのは、はい、偉いですよ。恥ずかしい。あのね、ちゃんと書いてるんですけど、はいはい、あのね、2万5000はあの漢字で書こうよ。ごめんなさい、ちょっと万千って可愛らしいけどね、はい、ひらがなが大事なんで、ひらがな大事だね、はい、あの応募の5もひらがな、応募がちょっと出てこなくて、はい、はい、ぜひと皆さんね、あのリツイートの方よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。以上、はい、うん、インフォメーションコーナーでした。1紙だけで大丈夫でしたね。1紙でした、今日は。さあ、ということで、もう7時31分、はい、まもなく32分になるということで、いよいよエンディングですけれども、まあ、あっという間に残りも3試合になりました、はい、そのうち13日がホーム最終戦ということですけれども、はいはい、皆さんね、ちょっとまたいくつかここでお知らせをさせていただきましょうかね、うん、はいはい、さあ、まずは有料ファンメディアのリアル制限、はい、もうこれ皆さんご存知ですね、はい、もちろん、もう知ってると思いますけれども ね、あの登録の方は皆さんね、知っていらっしゃいますかね、はい、年末年始いいと思いますよ、うん、はい、そうですね、おうち時間もまだまだちょっとね、うん、年末年始は出かけるよりも家にいようかなっていう方もおられると思いますから、はい、そうですね、ちょっとお酒のお供にで、ちょっと夜一人で見るのにも、うん、まあ、どんどんコンテンツの方も充実してまいりますから、ぜひこの機会に登録の方よろしくお願いします、うん、さあ、そして気になる、はい、この番組、はい、ツイゲンナウ、はいはいはい、ですけれども、はい、どうなるか皆さん気になってますかね、うん、来週の配信、はい、年内、はい、最後になりますね、年内最後、はい、全部で最後じゃないですよ、はい、年内ですよ、年内なんで、ね、まだまだまだ、はい、年内最後で最終回ではございませんので、はいはいはい、収録でですね、うん、ちょっと年末スペシャル配信なんかもちょっと予定しているということで、まあ、ちょっとお出かけして、はい、まあ、そこでね、ちょっともっと気楽な感じで、はい、でまあ、ちょっとね、皆さんに見ていただければなと思うんですけれども、はい、まあ、ライブ配信でのお届けは来週12月18日が年内最後ということなんですけれども、はい、じゃあ気になる年明け、はい、あるのかないのか、はい、ないのかあるのか、はい、ね、はい、言っときましょう、はい、1月8日の金曜日スタートとなりますんで、よかったです、ぜひよろしくお願いします、はい、まあ、今日で約11回目ですか、はい、11回目のライブ配信ということで、うん、10月からスタートしてなんとかここまで来て、はい、途中1回タッシーの代、ね、打、はい、というのもありましたけど、はい、いかがでしたか、辻堂さん。いや、本当にあっという間で、ね、本当に僕自身も楽しませてやらせていただきましたし、もっともっとファンの皆さんに楽しんでいただけるように頑張っていきたいなと思います。う、ね、はい、ね、もう本当にもっともっといろんな案内を、ね、皆さんにしたいですし、はい、さあ、そして三國さんどうでしたかね。そうですね、毎週本当に楽しくて、今日あの来たら辻堂さんが、あら、三國ちゃんまた痩せたみたいな言ってくださって、そうなんですよ、なんか美意識もね、高まります。最近その女性の扱い方が上手になってきたから、そういうことじゃないですか。ちゃんとこう立てるところが立てたなっていうね、はい、楽しませてもらってます。ね、ありがとうございます。じゃあこれからもね、はい、あの、でもね、みっちゃんはね、はい、失敗せようと思って頑張ってんねんけど、はい、それあかん、あかんですか。それあかんっすよ。あの、このなんかこう、なんかツイッターとかも、はい、あのこの辺もね、YouTube なんかのね、はい、皆さんの、もうなんかこう帰ってくるのも、はい、そこを突っ込みたいから、はい、あの失敗をどんどんしてください。わかりました。噛まないとか思わんといて、はい、私は噛むんです、はい、新しいですね。私は噛みます、はい、全面的にアピールで全然 OK です、ね、はい、わかりました。
さあまだまだねちょっと来年に向けてもね、はい、楽しいことを企画していきたいと思いますし、はいはい、あのもう言うてもね中山さんがね、うん、企画していただいて始めましたから、うん、あの皆さん今度13日に中山さんにおごたらね、うん、ありがとう金曜日楽しいよって一言声かけてください、はい、よろしくお願いします。さあそしてねあとね、あのグッズ担当の女もね、はい、音いいよって一言言ってそうです、ね、最初音悪かったけど今いいよっていう一言をねぜひともよろしくお願いします、はいはい。さあということで、ね、今シーズンも残り3試合です、はい、日曜日なんですけれども、うん、ちょっとねあの寒くなりそうな感じがしますので天気の方も不安ですからね、はい、暖かい格好で雨具の方もぜひとも用意してください、はいはい。まあ、そして J1 も J2 も各チームの監督の退任や就任のニュースなんかもねどんどん入ってきておりますけれども、はい、うん、冒頭でもお伝えしましたけれども我が杖源金沢の柳下監督は続投決定しておりますんで、はい、ね。そして大学生の、はい、2選手も加入も発表されました。力安選手、そして片倉選手ですね、はいはいはい、こちらの方も皆さんね来シーズン楽しみにしていただきたいと思います、はい。2021年シーズンの J2 の開幕、うん、予定ではですよ、はい、2月27日土曜日が濃厚ということですから、うん、もう終わったあっという間にもう新シーズンスタートということですから、はい、今年はツエロスは短いです、はいはい、皆さんね、はい、またちょっとこちらの番組なんかでずっとツエゲンを引っ張っていただいて来年の開幕を迎えたいと思いますね、うん、さあそれでは今週のツエゲンナウこれにて終了となります。残り3試合皆さん共に応援頑張りましょう。さよなら、さよなら、さよなら。